もう着席って言って見てくださっていた方も何人かいたみたいで、ありがとうございます。ワンちゃんさんもありがとうございます。そうそう、ちょっとね、まあ言い訳をするようですが、さっき帰ってきたんです本当にバタバタしてすみません。そしてパソコンができなすぎてすみませんはい、ということでね、まあ、最近、まあ、最近というかね、連休皆さんどういう風にお過ごししましたか。Facebook でつながっている方とかは、私結構リアルタイムで写真載せたりとかしてたんですけど、東京の方にちょっと旅行に行かせていただきまして、まあね、すごい3日間かな、3泊4日で行ったんですけど、内容がすごい濃い3日間だったかなっていう感じで、結構もう朝から夜までいろんなところに、ここぞとばかりに観光して、ずいぶんね、満足して帰ってきましたよ。なのでね、次は大阪にね、行きたいかななんて思っております。ということで、今日のテーマはですね、ツイッターなりフェイスブックなりで告知させていただきましたが、もう5月に入りましたので、皆さん5月病なんかなってないかなと思いまして、何かみんなでそんな話ができたらいいかなと思います。それでは一緒に番組を盛り上げていただけますお二人をお呼びしたいと思います。のぼさん、のりさーん。はい、こんばんは。こんばんは。はーい。リバーブかけていただきました。ありがとうございます。大丈夫ですか？大丈夫じゃないですよ。大丈夫じゃないです。お腹減ってませんか？お腹減ってますよ。もうね、もうなんでしょうね。もう、多分もうギリギリになるというか、もう過ぎたぐらいからもう始ま、ね、いつも以上に遅れてから準備を始めたので、そわそわしながら今日は一発で繋がりますようにって言ってたら、もう一発で繋がらなかったっていうね。本当に申し訳ないです、本当にね。お酒でも合う。クソって言ってる。そう。ユータンさんがおっさん、俺のことおっさんいちごとか言った。何すか？おっさんいちごとか言った。おっさんいちご？誰がですか？ユータンさん、俺のことおっさんいちごとかいうタイムラインに書いてる。あ、ほんとだ。おっさんいちご出たとか言って。ノーボさんがぼやいてるやつが入ってたから、ああ、そっか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 。まあまあ、おっちゃんって言って。なだめてる。ああ、そういうことか、そういうことか。おっさん2号は声。正解。おっさんだらけやんか。そういうことか。ね、本当にすみません。まあでもね、なんとかいけました。はい。うん、あ、ありがとうございます。熊市さんも。来ていただきました。ありがとうございます。すごい、みんな来てくださって。バンちゃんさんが何か食べなくて大丈夫ですかって、すごい今、もう何か食べたいです。何でも多分今美味しく感じる時間ですよ。また後でどっさり食べやる。しかもこんな時間にね。ね、女の子は食べちゃいけない時間なんですけどね。どっさり食べやるな。本当ですよ。で、何？あれやね、どっか行ってきてんね。あ、そうそうです、そうです。連休ね、東京の方にちょっと遊びに行ってきました。もう遠出する旅行をね、ここ数年していなかったので、うん、本当に3日間の中で、ここぞとばかりに、ここは絶対行くぞっていうのを決めて、計画通りに動きましたよ。はい。結局は、どことどこ行ったん？ですね、1日目がですね、昼の便しか空いてなくて、で、お昼過ぎぐらいに着いたんですよね。で、そっから、ルミネ座吉本に行ってきましたよ。え？この吉本。そうなんですよ。新宿ね。新宿に。あ、そうです、そうです。ね、そうです。に行ってきて、出た芸人さんが、すごくいいメンバーでですね。有名どころばっかりで。オール阪神巨人さんとか。お、それすごいね。はいはいはい。とか、あと、はい、すごい楽しかったです。
なんかこう、ご年配の。田園調布に家が建つ。あ、それはやってなかったですね。もうそれだってネタ違うもん。あ、そうなんですか。スプレクサー知ってますね。あ、そうなんですね。うん、そう、それで、その人たちとか、あと、ジャルジャルってわかりますか？あ、わかりますか？知らない。あ、知らないですか？若手なんですけど、うん、あの、一押しでしたね、その時は。すごい一番面白かったですよ。その人たちが。そう、あと、あの、多分みんながすごく気になること聞いてもいい？はい。誰と言ったの？誰だと思いますか？誰だと思います？あの、元カレ。いやいやいや。なんでその元最悪じゃないですか、それ。最悪な、元カレ最悪なんだ。なんでその元カレ。そうですよ。何しに一緒に行くんですか？なんで彼と言わんと。いや、わかんないけど、その方が面白いかなと思って。彼と言わんと元と来るから思わない。え、で、誰だと思います？おばあちゃん。いや、おばあちゃんではないです。おばあちゃんまだまだそこまでいかんやろ。うん。弟。なんでそう。あ、弟いないです。私、お姉ちゃんだけです。いや、そんなにあの、全然、普通の答えですよ、多分。友達とかでつまんないでしょ。あ、逆にね。あ、逆にね。あ、そっかそっか。そういう時は。お父さんと行きました、お父さんと。どこの、その、何？どこのお父さん？それ。私のお父さん。日本語で言うとお父さんだけど、カタカナで言うとパパって言うんじゃないのそれ。あれまたそういうところに行っちゃいますか？お父さんとは。そうだった方がかよって。パパと言ったのか。違いますよ、それの。間違ってないじゃん、パパ。それ夜の飲み屋の姉ちゃんの言い方じゃないですか。パパと言ってきたよ、つって。いや、それは、そういう時は社長さんって言うじゃん、夜の飲み屋の姉ちゃん。あ、そっかそっか。そっかそっか。社長さん。社長さんと言ってきたよ、つって。お母さん病気なのとかって言われちゃうんで。お金ないの、つって。そういう話になるね。パパと言ってきたのね。そうです、そうです。パパでしょ。うん、パパ、はい、パパ。かよちゃんはパパと行きました。何のメモですか、それ。何メモですか。パパと。そうそうそう。で、そのパパと。パパとどこ行ったか、その吉本と。そう、吉本ね。吉本に1日目は行って、あと夜は、あの、東京の方にお友達が結構たくさんいるので、うん、あの、予定の空いてたご夫婦がいるんですけど、うん、仲の良いご夫婦がいて、うん、で、その人たちと夜ちょっと一緒に、あの、素敵な、あの、なんだろう、ビュッフェって言うんですか、うん、なんかそういうところで、ちょっと、お肉とかお野菜とかの、なんか、なんだろう、すごい高そうな、あの、ところで。食べ放題の店でしょ、要は。そうですね。でもなんか肉をテーブルごとに持ってきてくれるんですよ。うん、で、その場で切ってくれるんですよ。おー。あの、焼きたてをゴロンと持ってきて、これいりますかみたいな感じで聞いてきて。はいはいはい、で、いりますって言ったら、その場でこう薄く何枚かスライスしてくれて。ディストリビューしてくれるのね。はいはい、うん、そうです、そうです、そうです。あとのものは、スープとかご飯とかお野菜とかは、サラダとかは自分で取りに行くんですけど、うん、お肉は全部こう、テーブルごとに回ってきてくれて、いるときはいりますって言って、うん、あ、それはいいです、みたいな。やりながらこう。そうなんですよね。すごい美味しかったですよ。結構緊張しながら食べたんだろうね、かいちゃんね。いや、そんなこと。ガーッと食べたら、意外にお腹いっぱいになるんですよね。もう気持ちいっぱいになってるんでね。骨付きの肉は来なかったの、うん、あ、来なかったですね。こういう、あの骨がついてる、あの。もう来なかったですね。ああ、ガリみたいな。そういうのは来なかったですけど、あとなんかシーフード系とか、うん、エビとかホタテとか、なんかその辺とかは、来ましたね。あと、焼きパイン、うん、焼いてあるパイナップルも、なんか、美味しかったですよ。初めて食べましたけど。中華料理にあるじゃん。ありますっけ、うん、あ、あー。酢豚にパインが入ってる。あ、あー、そっか、そういう感覚なんですかね。
焼いてある、ゴロンと焼いてあるパイン。丸焼きなんだ。そうです、そうです。パインの丸焼き。そうです。で、そこでそれも切ってくれて、すごい美味しかったです。初めての体験でした。今度やってみよう。すごい美味しかったですよ。焼きパイン。パパ一緒やったらあれやね、豪華やね。そうなんですよ。ワンちゃんさんが本当のお父さんを探す旅って書いてますけど、ちゃんとお父さんちゃんと言います。大丈夫。パパパパ大丈夫ですよ。あ、ちゃんとワンちゃんさんが言ってくれてる。セントルイス大好きでした。正解。何ですか、セントルイス。さっきは田園調布に言えなかった。ああ、はい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 。どうやってもセントルイスっていう。え、その人たちはもういない人たちなんですか。いや、まだ、あ、やってる、現役やってるんですか。相方さんはもう一人亡くなっちゃってるのかな。あ、そうなんですね。松本龍二、まあ、いや、うんうんうん、はい、次、はい、そうなんですね。あ、前の三平さん来てくれた。あ、ありがとうございます。三平さん、白戸三平さん、お、ありがとうございます。勝手で三平さんしたらあかんな。酸っぱい、いや、すごい、パインはすごい甘かったですよ。すっごい甘かった。すっごい甘かった。これ言いたいのはちゃうこと言いたいのけどな、そうそう、うん、ちょっと我慢してる。我慢してる。ちょっと我慢してる。それ気持ちよくわかりますよ。まだちょっと早いか、早いかなと思って我慢してるってことですよね。かけたんやけど酸っぱいんで我慢してるって。うん、そう。わかる。その辺にじみ出てますよね。その酸っぱさ。ちょっとおじさんトーク入ってますよ。だって1号2号がいるんだ、しゃあねえな、これは。3号そこに行ってる、4号まで行ってるし。で、かよちゃんはパパと行きました。ね、はい、そう、パパと行きましたよ。で、その他、そうそう、吉本以外で。あ、行って、うん、で、2日目がですね、うん、これまた内容が濃くて、うん、上野動物園と、うん、浅草。行ってましたね。はい、そして、うん、最後はスカイツリーですね。ジョージ・クルーニーの膝枕で写真なんか撮った。あれは、あれはお台場ですね。あ、お台場なんですか、うん、なんかでも、そうなんです。慣れた感じで膝に寝てる感じだったね。うん、普段、そうですね。普段やってるかな。普段から、うん、普段からやってる感じ、うん、そうそうそう。そうだ、そうかな。ああいうところで出るんですよね、人間性がね。でももう、お膝素敵でしたよ、ジョージ・クルーニーの。ああいうか、ああいう下腹部が好きということ。はい。かよちゃんは下腹部が好き。いや、今日の目も最悪じゃないですか。書いとかなきゃ。なんかあの、最後気持ち良さそうな顔してたもんね。うん。うん、もう今日、ノブさんのそのメモ帳、大変なことになりますよ。下腹部が好き。最後何のことだったっけなっていう感じになりました。うん、ねえ。あ、そう、でも、そう、今日のテーマって、なんだ五月病ですよ。5月病。吹っ飛ばせ。吹っ飛ばすために、かよちゃんはパパと東京に来ましたってことなんでしょう。そういうことです。うん。うん、そうそうそう。五月病の、お、一回とかな。いや、でも五月病って、なんか、時点っていうか、みたいなのちょっと調べたんですけど、なんか新生活とか、新入社員とか、そういう新しいことを始めた人が、こう、ブルーになるみたいな感じのことを書いてあったんですけど。うん、あ、そう言われるとそうかもしれない。っていう、あれなんですね。今、あれやで、のぼさんもさつき病だしね。いや、なんか今日言ってましたよね。それいいネタになるなと思って、なんでそうなったのかなっていうのを聞きたいかな。なんでやろなと思って、なんで急になってんの。僕はさつきに侵されてるからだけなんですか、ね。どこのさつき。だから5月に、5月病だからさつきに侵されてる。うん、どこのさつきに、うん、ね。この前まさかうつしてたのがさつきやったりして。いや、あれはみんな先輩なんで。うん、映ってた女性全部僕より年上ですよ。ざまみろって言って。いや。みんなそれでなんか妄想してたんでしょ。いや、でもなんか怪しい写真ばっかりでしたよ、なんか。うん、ああいうのが撮れるのは、僕の夜のお友達の世界だ。おじさん一号だけやね。
あとなんか今日のご飯食べてた時のやつも面白かったですね。ご飯食べてた時のエピソードみたいの書いてませんでした？ああ、ワカメの話ですね。ワカメ？ワカメ？ワカメ。あれ、ワカメでしたっけ？そのものが食べたいってやつでしょ？あ、違います、違います。それじゃないです。それの一個前ぐらいかな。なんか言ってたっけ？斜め前に座った女の人が気になるっていう。映したいけどどうのこうのみたいな。あ、そうだ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 。もうもごもごして、じっとしてられへんとかいうやつ。お蕎麦屋さんのテーブルって、厚みが5センチぐらいしかなくて、うんうん、で足元全部見えちゃうじゃん。うんうんうん。で、見たら、うんうん、足組んでやがるんですよ。ミニスカート履いてるくせに。何歳ぐらいですか？組んでやがるって、それが良かったんじゃん。21、1、2じゃないかな。あ、すごい若いですね。で、やっぱり人間の視界って120度ぐらいあるから、うん、正面見てたって見えちゃうんです。この左端ぐらい、ちょうど。うんうんうん、じゃあ、こうやって横向いたら、ああ、見えてんだってことを自分でバラしてるのもんじゃないですか。その子からすれば。うんうん、その子だって、俺が視界に入ってるわけだから、うん、だからあんまり挙動不審な態度取れねえしな、と思って、うん、お茶が出てきてたから、じゃあお茶取ってフェイスブックあげようと思ったら、またその中に映り込もうとしてるわけですよ。そんなベストショットな感じでそこにいるんですね。そうそうそう。いや、まいったな。それでもなんか、ドギマギして、妙なおじさんだった。あれはね、それはね、その女の子はね、のぼさんがどういうふうな態度を取るかっていうのを、面白がってるわけ。そうそう、なんかそういう雰囲気もあったんで。ああ、それを見てたみたいな。こうしたら、こういうしたらどういう挙動不審になってくるかっていうのが、ね、楽しみ。そんなことするの？するわ。いや、女性は結構そういうことしますよね。へえ、そんなことね。で帰ってね、キャスすんね。今日ね、こんなおっさんがね、そうそうそう、ああ、痛いよ、つって。こんなね、ごそごそしとんねみたいな。多分見た目37、8だと思うんだけど、とか言って。で、誰が？あれ？どさくさい。出た、出た。出た、出た。どさくさい。変だったのよ、おじさん、とか言って。でも、ちょっとかっこよかったかな、とか言っちゃったりしてね。どんな想像です。ドスケベな顔してなとか言うて言う、ね、ネタにされるんですね。でもね、今時の若い子はやりそうやよ。へ、うん、そんなことするんだ。男の子はおじさん殴って親父狩りで遊ぶけど、うん、女の子はおじさんのそういうやらしさを逆に逆手に取って遊ぶんですよ。うん、楽しいのかな。でもそうです、キャスなんか見てみなさいよ。やだー。ひどいですよ。ぐちゃぐちゃですよ。まあ、おじさん、つって遊んでる女の子。あれぐらいのおじさんのやつみんな、こんな踊っちゃっても嬉しくてしょうがない。いや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 。そうなんだ。かよちゃん、タイムラインいっぱい書いてるよ。書いてくれてるよ。うん、あ、ほんとだ。五月病かかったことないって。まあでも分かんないっちゃ分かんないですよね。これを5月病だって思ったらそれがもう5月病ですよね。まあだから。きっと自分の中での定義しかないですよね、きっと。まあだから、ノボさんみたいなのが完全にそうやろな。うん。タイムライン見たらよく分かる。うん。やっぱり5月病とは、新人社員や大学の新入生などに見られる新しい環境に適応できないことに、うん、うん。うん、起因する。精神的な症状だよって書いてありますよ。うん。だからなんかこう、生活に慣れた人とかって、ね、あんまりならないってことですかね。こう、新しい環境ってあんまりないじゃないですか。それを言うか。ね、それを言うか。いや、ね、でもこのままの、この定義だったらそうですよね。普通に日々過ごしてる人はね、かからないってことですよね。じゃあ、バンちゃんなんか一年中魚プル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 してるから全然普通にならないってことだ。新しい環境にね、飛び込んだらまたそうかもしれないですけどね。新しい仕事に変えたとかね。誰がか弱いおじさんやねん、これ。かよちゃんかってやってみてみって言ってね。
そう。のぼさんにやったみたいな、そうそう。やらないですよ。でもね、意識してなくても、無意識に女性ってそういうのが、行動取る人いるのね。それは一人でいるときとかに関わらずってことですか？そうそうそう。やっぱりほら、女性は、いい精子を求めていつも意識してるから、無意識に。そうなのかな。なんだよ、精子って。何やそれ。いきなりなんだその。バカだね、俺。ケーシー高見ねか、俺は。自分で言って後から突っ込むっていう。だ無意識にやっぱそういうのはあるはずですね。そうなのかなぁ。かえちゃん、黒熊さんって来てくれたよ。あ、黒熊さん、ありがとうございます。こんばんは。あ、黒ちゃん？黒ちゃん。お邪魔されます。あ、黒ちゃんだ。うん。あ、黒ちゃんって秋田で S ナビっていう番組があって、ユーストリーム番組。そちらにもいらっしゃ、出てらっしゃいますし。あと、道楽 TV Z にも出てるし。すごいですね、うん。いろんなの出てる。もうあちこち出まくり。出まくり。出まくり。結局で、さっきまであれで、ステップにタイムラインで一緒に遊んでたんだけど。あ、そうなんですね。うん。あ、はいはい。あ、そう、ステップネクストといえばね。今、ね、かよちゃん出るんだって。来週、おうおう、はい。来週の水曜日ですね。20日。火曜日。うん。20日の日ですね。5月20日。20日。はい。8時から。はい、うん。それが昨日まで私6月の20日だと思ってて、うん、で、その理由がですよ。違うんです。聞いて。違う。これは聞いて、ちゃんと。聞くわ。私じゃなくて、中野内さんいるでしょ？ああ、中野内さん。中野内さんとこう、いろいろやるとりしてたんですよね、メールで。うん。うん、で、20日の出演お願いしますって言われたんですよ。で、あ、わかりましたって言ったら、一番最後に、6月の20日ではよろしくお願いしますって来たんです。おう。もうメールでそれが残ってるんです、ちゃんと。あうん、私のせいじゃない。それで、私が、1ヶ月ぐらいあるなって思ってたんですよね。で、ちょうどまあ、6月もちょっと私の企画ライブとかもあるから、まあ、ちょっといい機会だなと思いつつ告知させてもらえるし、と思って、うん、で、昨日か一昨日ぐらいに、改めて中野内さんから連絡が来て、うん、で、あ、よろしくお願いしますって言って、20日大丈夫ですかみたいな確認の、メールが来て、あ、大丈夫ですよ、6月20日ですよね、みたいな感じで言ったら、うん、いや、5月です、みたいな感じになって、ええってなって、そこで分かったっていうね。とんでもないことがあったわけですよ。そこで連絡が来てなかったらは気づかなかったっていうね。それもいいかもしれないですね。いや。ゲストは、かよちゃんでーすって言ったらいないの。いや、それはさすがに私もいけないですよ。で、気がついたらタイムラインでかよちゃんがはーいって返事した。タイムラインで参加したみたいな。あんたそっちみたいな。いや、ほんとね。だって現場に来てって言わなかったじゃん、とか言って。大ボケかますよ。いや。そういう入り方いいかもしれない、当日。あ、で言って本当はいるみたいな。ま、で、本当はいるという。わー。また凝ってるね、これまた。そういうの、ボカロさん好きかもしれない。ちょっと話してみたら。タイムラインで入ってからの、実はいます、みたいな。そう。え、今日来てないの、おかしいじゃん、とか言って。ちょっと一演技ね、一芝居打ってね。どうなってんだよ、中野内さん。え、いや、だって、確かに6月20日って、5月の20日じゃんとか言って。なんだそれ。で、そこまでやったらもうできへんやん。面白いな、ぜひ。それは面白いですね、でもね。もうあれやね、かよちゃんのなんていう、キャラがどんどん変わっていくね。本当ですよ。で、ちゃんと入るときも、かよちゃんって呼んでもらって入ってくる。はーい、で、そうですね。そして番組の告知もしっかりしていくっていうね。最近ね、私、その出囃子なかったら出られへんのよとか言うがなかあんた落語かみたいな。ねえ。そうそう。だからね、ちょっと楽しみなんですよね。うん。で、出た時も、ここに、マスクして。何ですか？はいはいはい。マスクしてさ。はいはい。で、ここに、はーいって書いて。何それ喋んないみたいな。完全に吉本の世界入ってきてる。で、はい。
で撮って、つかみは OK とか言って。いや、芸人、現状。楽しいな、そんな。かよちゃんでこんな楽しい人だったんだーって、もう、好感度アップ。いや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 、シンガーとしての一条かよ子じゃなくなりますよね、もうそうなるとね。あれやね、シンガーソング芸人。ね、本当ですよ。あ、そう、あの、シンガーっていうよりも、ボーカリストとかってかっこつけちゃった方がいいかもしれない、ね。ボーカリストね、うん。うん。ボカリストみたいな。うん。そうそう、ボーカルさんが、ボーカルさん、俺のこと呼んだとか言ってボケちゃう。あ、ちょっとだいぶ脱線してるんで、元戻しください。で、その、あれあの、どこ行ったの？あ、そう。あ、さっきの。そこに戻るんです。ちょっとあれやね、一曲行こうか、うん、あ、そうですね。ちょうど半時間で。はい。はい、それでは、まあ、5月病にかけましてという感じじゃないですけど、新しい生活とかね、そういう新生活に慣れずに、こう、5月病になってる人の気持ちを吹っ飛ばすかのような音楽をかけたいと思いますよ。Change My Life という曲で、自分の、ね、生活というか、そういうのを変えようっていうと、歌がありますからね、応援歌といいますか、ありますのでね、Change My Life では聴いてください。君が教えてくれた
熱い思い。Change my mind、 瞳の中にある想い、太陽に預けたら。 Change my mind、 自分が自分らしくいられるように、もっと信じる勇気も必要だと気づけたの。はい。ということで、チェンジマイライフ聞いていただきました。ありがとうございます。なんか、いい曲調、曲調だねとか、うん、こんな曲調もあるんだねって。感じが違うもんね。そうですね。だから曲の幅が広いね。そうそう。そうですね。私、実はロックも好きなので。そうそう。あの、バンドでよくね、やるライブの時は、これぜひぜひやって、なんか大盛り上がりしてるんですけど。曲の感じがね、全然違うわ。そうですね、うん。そう、ロックが好きでね。またロックの曲作りたいなと思ってるんですけど。うん。曲かけてる間に続々と来てくれたよ。はい、ありがとうございます。愛斗ちゃん。うん、天野ジャクさんもこんばんは。久しぶりだな、天野ジャクさん。カズさんもね、ありがとうございます。え、カズさん来てんの？カズさん来たらね、私よりね、ノブさんの方が喜ぶっていうね。楽しみだね。タイムラインまた。お願いしますね。ねえ、ゆきさんもね、来月ライブ行けたらいいなってありがとうございます。ね、都合いい時がありましたら、日程がありましたら、ぜひぜひ来てください。よろしくお願いします。また言うで。来てくれないぞーみたいな。アイトちゃんもいるんでしょ。アイトちゃん。アイトちゃんもいますよ。アイトちゃんの付き合い長いからな、なんだかんだ。それよりすごい気になるんですけど、その前に、置いたやつ何ですか？あ、これはあの、僕が今、大好きな、うん、あの、うん、神戸の方で。はい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 。あの、浜田美智子さん。ちょっとわかんないな。っていう人の、あ、まあ、あの、メジャーで、もうデビューされてる方じゃないんですけど。あ、そうなんですね。インディーズの方なんですか？はい。で、今ね、これちょっと俺、お気に入りな感じで。そうそうそう。どんなジャンルですか？そう、R&B& and Jazz ですね。あー、いいですね。うん。あ、じゃあ、ソウルフルな感じの声ですか？いい声してて。あのね、ダイアン・バーチって知ってます？名前聞いたことあるけど、歌聞いたことないです。あーね、その歌をね、うん、歌えちゃう人なんですよ。へー。すんごいかっこいいの。あ、いいですね。かっこいい系ですね。うん。この前、あの、いいですね、ノボさんのとこで、チキチキで、あの、CD のプレゼント企画してて。うん、うん、うん。あの、5枚ほどを、うん、うん。毎週、順番に。あ、5週にわたって。あ、すごい。うん。1枚ずつってことですか？今週も1枚。どなたかに、みたいな。で、あの、私はそういうのは、あの、だいたい弱いんで、9時。あ、ノリさん当たったんですよ。それが。え、すごい。当たったよ。え、くじって何でくじするんですか？あのね。あ、いいんですか？その話しても。あ、全然いいですよ。あの、毎週土曜日やってるジャコジャッコっていう番組で、うん、あの、まあ、そういう企画を設けてやったんですけども、うんうんうん、うちの抽選方法っていうのは、普通と逆なんです。逆。外れから引いていくんです。当たる当たらんの、うんうん、エントリーしてる人を遊ぶという、うん、そう、あの外れから引いていくの。へえ。で、最後に残った人が当たりなの。わ、すごい。面白い、面白い。出演者の方が、あの、はいはい、我々のゲストをあの遊びまくるという、ね、うん、そうそうそう。残念でしたとか言いながらすごい喜んで最後まであの遊ばれるというね。あ、そうなんですね。当たる人たちの最後までドキドキせなあかん。確かに。ちょっとめんどくさいんだけど、でもね、面白いんです。へー、すごい、良かったですね。
のりさん当たったんですね。当たった、うん、すごいすごい。あれはコウさんにありがとうしないとダメですね。最後選んだのがね、うん、コウさんに、うんうんうん、たまにはやろそうだ、かよちゃんのもやろう。そう、かよちゃんのも今よう思ってて、今度かよちゃんのもやってもらいましょう、うん、私の CD ですか。そうやんか、うん、あー私の CD ね。ロボさんがかよちゃんから大量に仕入れて、うん、そうゆうたんさんが当たってるんだよね。へぇ、あ、じゃあかよちゃん 5枚じゃあ俺買う。本当ですか、うん、大量に買うてくれて、うん、自分のとこで企画してくれる。今なら、うん、買えるんで買う。今なら。ちょっと、こっちがあるんですね、こっちが。ちょっとね、そや、今こっちで思い出したけど、誕生日やんか、もうちょっとしたらね。誰？ちゃうかった？え、誰がですか？かよちゃんが。私、誕生日じゃないですよ。とっくろぐ過ぎましたよ。もう、1ヶ月ぐらい前の話ですよね。3月です、3月。2ヶ月も経ってる。のりさん。3月ですよ。ちょっとネジ巻き戻した方がいいですよ。誰ですか？今思い出した。あ、違う女のこと言ってんだ、きっとこれ。あー、やっちゃったな、それ。それやっちゃった、それ。やったやつ。なんでこっち待ってくれ。京子ちゃん。あのね、やっちゃったね。のぼさんはまだその頃あったらちょっと周りが薄いけど、4月5月過ぎたらって言うてたやん。それでまだやなと思った。なんか苦しい言い訳なんですけど。うん、私もそう思いました今。準備します。準備します。何回からアーカイブ出していこうか。あれ、じゃあかよちゃん、じゃどの CD で行く？あ、どっちがいいですか？最新の方とアルバム5曲入ってる方と、それともなんか3、2とかにしますか？いや。全部同じのできますか？やるなら全部同じのがいいと思うんですよ。うんうん、どっちがいいですか？いや、どっちって言われてもなぁ。そうですよね。5曲入ってる方と3曲入ってる方と、でも3曲入ってる方が、うん、最新の方で、5曲の方が。ね、まずみんなに知ってもらうためには、曲の数が多い方がいいと思うので。うんうん。あ、じゃあ、最初のファーストアルバムの方の。うん。5曲入りを。じゃあ、はい、送りますね。うまい。あれ入ってんのはどっちやった？愛の言葉。あ、それはファーストアルバムの方です。うん。のぼさん、それ入ってんね。愛の言葉知ってるよ。あれがええ。うん。あれ抜群や。じゃあ、支払いは、はい。のりさんがまず買ってくれ。そこを仲介するんですか？そこを通ってからの。めんどくせえ。一回大阪行かなきゃいけないの CD。で、それ回るの CD がぐるっと。大阪行って、鹿児島行ってとかわけわかんない話。なんかあれやんか、飛行機のたらい回しの。うん。あ、サインしてねって書いてますけど。サイン当然してお願いします。いいですか？うん、なんだろう、パッケージがちゃんとしたパッケージなので、こっちで、ピリピリってやっちゃう感じになっちゃいますけど、大丈夫ですかね。いいです。ノブさん大丈夫ですか？ノブさんとか出るやつはどないなってわからへんの。うん。どっちにさがって。どっちにさがって大丈夫だよ。あ、大丈夫ですか？うん。じゃあ、それで書いて、とりあえず、名前なしの、名前なしでいいんですよね。そう。で、私だけのサイン書いて、何々さんって書いて、無記名の3って書いて、ここにかよちゃんのサインがあって、その3のところは俺が書く。あ、わかりました。いいのかな？それで。やだとか言われないから大丈夫か。アイトちゃん余計なこと言わんでよろしいよ。え、なんだな？言い訳しまくり。女の子の誕生日を間違えた人。間違えたの？3って。大丈夫。お前、1枚を。いくらでした？あ、1000円です。お、やった、5000円で。あれ、曲入って1000円やった？そうですよ。それ安すぎやねん。あれ待ってよ。じゃあ、あれ1500円だったか。愛の言葉1曲だけでも1500円のね、うちは。うわぁ、そんなに、うん、そんなに褒めてくれるんですか？ほんま。あ、じゃあ5枚買って4枚プレゼントしよう。うん。一枚、じゃあ、ノボさんが持っててくれるってことですか？いや、当然。それで、ユーストで。それやったら、6枚買って5枚プレゼント。余計なこと言ったな、つって。そういう、具体的なところはまた、後ほどということで。
今度こそネットでも買えますので、ぜひぜひ音楽どころで、買っていただけると、嬉しいなと思います、年俸の方は。一条佳代子忘れちゃって、どうしてくれんのみたいな。そこのね、CD ショップは結構インディーズ中心に、扱ってる CD なんですよね。うん、CD ショップ店なんですよ。うん、なので、多分、ね、そういうこともあるでしょうね。もうこれまた楽しみやな、チキ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 ユースト。ノリさん、今、ジャコジャッコ。あ、そうです、ジャッコジャッコ。ジャコジャコ。ジャコジャコってやつ。チキチキプレゼンツ。うん。ジャコジャコ。ジャコジャコ、毎度。大きい。お邪魔します。毎度は毎週の土曜日の毎度で。はい、毎度大きい。いや、そんなのね。すいません、余計な時間いただきました。ええー。いや、よかったね。また楽しみ。はい、ありがとうございます。はい。あれ、かよちゃんのあの、英曲。うん。そういうこと、ほんまにね、ジャンルがいろいろやね。ほんまに幅が広いね。そのファーストアルバムは特にそうかもしれないですね。い、う、ろ、ん、んなジャンルの曲が入ってる CD なので、聴き応えがあると思います。うん、今の曲はどっち側に入ってた、うん、チェジマイライフもファーストアルバムに入ってます。あ、ファーストアルバムか。はい。ほんならほんまに幅広いわ。そうですね。うん、曲調の。そうですね。うん、これは楽しみやな、また。うんうんうん。私は。あ、アマゾンでね、アマゾンで売らないとって言ってますけど、そうですね、アマゾンね。そうだ。かよこと、一応かよことおしゃべり。かよちゃん、はーいっていう曲作ろう。あ、で、これで、これで流すみたいな。そうそう、うん、テーマ曲。1分か2分ぐらいの感じ。あ、ちょっと短い。あ、なんて言うんでしたっけ、そういうのって。ジングルみたいな。なんかあります。あ、そうだ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 。うん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 。ジングルね。うん、それええ。お、それすごい。それ、うん、面白いですね、うん。ちょっとやってみよう。その曲の中に、はーいっていうの入れなかったね。あ、じゃあもうなんか面白い感じで作んなきゃダメですね。はーいとか、いやーんとか。いやーんはいらん。なんで怪しい曲になりますよ、それ。なんで嫌だ。ほぼ歌詞ないみたいな。スキャットだけ。しか言ってないみたいな。スキャットで行く？やだ。ルー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 とか。間にはーいが入ってるみたいな。なんでそっち行くの？いやーん。なんで嫌だって。いやーんは俺が言う。いやーんすっきゃな。いやーん。一緒にレコーディングしないと。すっげえ面白いな、それな、うん。うんうん。まあでも、ちょっと面白い企画になってきたな。うん。うん、いいですね、それ。それから、うん、CD のあれまた楽しみやし。そうですね。あ、うん、まあ、今回はまあ私当たったらまた怒られるから。参加しないみたいな。うん、そうかそうか。まあ楽しみやね。はい。いろいろ。ありがとうございます。うん、いろいろ楽しみ増えてきたんや。その番組に出るのもそうやし、うんうん。あ、ここでもやればいいんですよ、それを。あ、この番組でね。うん。うんうん、うん。ジャコジャコ方式で、ハズレから引いていくって人をやればいい。かよちゃんはパパと行きました。いや、今から見た人どういうことだろうってことになりますからね。パパといいお肉を食べました。で、その、パパとその後どれだったんや、その後。その後ですか、うん、スカイツリー行って、二日目は行って、うん、で、三日目に、三日目どこ行ったんだっけな。二日目、三日目が、あれ三日目どこ行ったっけな。あ、そう、歌舞伎座ですよ。ああ。おー。うん。新しくね。そうです、そうです。歌舞伎座とお台場に行ってきましたよ。うん、あ、お台場もな。うん。歌舞伎座はですね、もう、一幕見席っていう席がね、あるんですよ。知ってます？ん？一幕だけ見れるんですよ。ああ、一幕だけ。歌舞伎ってすごい長いじゃないですか。うんうんうん、でも、一幕だけ、見れますよってお手頃なやつがあるんですよね。で、それが。3000円くらいで見れるの？ あ、もっともっとですね。1500円とかかな？そんなやつで。そうなんですよ。で、ただ、並ばなきゃ券を買えないので、うん、人数に達すると見れなくなるので、早めに並んで、はあ、はいはいはい。それ知らなかったり。あ、本当ですか？うん。で、
で、剣をゲットできるんですけど、100番台になったら立ち見しなきゃいけないんですよ。でもギリギリ90番台で入れたら、一番後ろの席で座って見れるんですよね。うん。うん、うん。でも、こんなちっちゃくなっちゃうの？そうすると。あ、すごいちっちゃいです。あ、一番後ろなので。ちっちゃな嫌い。それで、あれ？パパの膝に。なんか言った、なんか言ったぞ。言ったら言った。なんか言ったよ、今。何また悪いこと言ったな。言ったら。誰か聞いてないかな。ちょっと過剰反応しすぎ、あなた。誰か言って聞いてないかな。そう、それで、うん、そのちょっとだけ見れるってお得なところがあって、それで見てきたんですよね。で、海老蔵さんが出る幕で、海老蔵さんを見てきたんですよ。海老蔵を見たのか。見ました。遠くから見ても、ね、うん、遠くから見てもかっこよかったですよ。うん。そうそう。いいよな、女の子にかっこいいって言われるの羨ましいな。なんで、のぼさんもかっこいいですよ。そこで、もがついてくるのが嫌なの。わじゃないと。のぼさんはかっこいいですよ。わって言わないと、そこで。うん、しゃあないわ。その辺はね、年のせいかね、限定的に、言っていただかないと響かないという。ああ、そうですね。あなただけですよっていうふうに言わなきゃダメなんですね。うん、嘘でもいいから。贅沢になってくるからあ、ゆうきさんね、ダ・ガンダムは見に行きましたかって、ガンダムもちろん見ましたよ。ダイバーシティのね。うん。めっちゃでかかったですよね。そしてその周りにはパシャパシャ撮ってる人がいっぱいいましたよ、やっぱり。ねえ。あ、シゲソニックさんが来た。シゲさん来た、シゲさん。こんにちは。あ、こんばんはだ。こんばんはですね。かよちゃんね、このシゲさん、よく、まあ、はいはい。番組の話で申し訳ないんですけど、はい。よく、まあ、毎回必ず来てくれるんですよ。うん、うん、うん。で、さっき話した CD プレゼント企画、5週やったわけですよ。うん、はいはいはい。5週のうち、3回2位だったの。すごい結局 CD もらえなかった。あららら、に、すご、その確率もすごいですね。だから、今度、かよちゃんのやつはぜひ当ててもらうから。ああ、そうですね、うん、そうですね。うん、ただし、不正、ね、不正はできへんから、うん。また2位で終わるかもわからんけど。あれはすごかったな、うんうん、びっくりしたね。まさか3回も2位になると思って。ある意味、それの方が難しい、ね、難しい。やろうと思ってもできないです。ねえ。うん、まあぜひかよちゃんの CD をね、そうですね、当ててもらえたら、うん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 、ね、じゃあそれちょっと購入手続きをして、うんうん、誰か書いてあるよ。え、何か、カズさんが言うてるで。あ、カズさん、何ですか。何か路線がおかしくなってきてるで。そうなんですよ。その通りです。その通りです。ごめんなさいね。かよちゃんのイメージが狂ってきましたって書いてあるよ。うん、本当ですね。誰や。あれ、だって、かよちゃんをいじくりまくる配信じゃないの？違うんですか？変わっちゃった。なんか、いつからか変わっちゃった。いじくりまくる。ね。そうそうそう。ね、まあ、どんな、いろんなところに話しておりますけど。うん、はい。ね、さあ、それで旅は終わりましたよ。その次の日にお友達と東京の友達と遊んで、それで、ほんなそれまでは最終日でしたよ。パパと遊んで、うん、うん。で、それ、絵だけ遊んでからお友達とちょこっと遊んだ。そうですね。パパ中心で。うん、うん。パパ中心で。横浜は全然足踏み入れてないんでしょ？行かなかったですね。ああ、来てたら怒ってたよ、俺。なんでですか？パパと一緒やから。そうだよ。よくそこそこなんか、うん、シナプリとか、なんか、プリがつくのかな。あ、つかない気がする。シナプリは知ってんね、シナプリ。プリってないんだ。プリって言いたかったの。プリってない。よくない。シナプリって、シナ駅の前やろ。あ、そうです、そうです。すぐ、すごい近いところ。それの多分、裏ぐらいにあったところだと思います。ああ。裏シナ裏にある。でもすごい素敵なホテルでしたよ。うん、まあ。パパと一緒に素敵なホテル。うん、そうそう。パパと一緒に。膝枕。一緒に。膝枕して寝ましたっつって。言っちゃった。おかしいでしょ。ホテル。
見ちゃった。言ったよね、今ね。パパと一緒に素敵なホテルって言いましたね、自分でね。いやいや、膝枕って言ったよね。うん、そうそう。膝枕って言った。言ったよ。また話しとくけどね。まあ、その旅行の話はもうじゃあおしまいしましょう。もう終わったからね。うん。うん、パパの話はね。そうそうそう。パパの話はね、もうゼロにしましょう。うん。パパと一緒。ね、そうそう。それで、そうそう。5月病ね。うん、そう。いつこう5月病に自分がなったかなって、いつ気づくんでしょうね。やっぱ憂鬱になった時とかも、なんかやる気ない時とか、あれなんですかね。かよちゃんはなってないわけやね。別に私はなってないと思います。なってないわけやね。うん、まあ、それやったらええわ。いや、あんなテーマするからなってんかなと思って。いや、まあ、5月だからっていうので、そういう人がいたら、うん、なんかみんなで話せたらいいかなと思ったんですけど。うん、パパと素敵に、プリン。いや、高プリ今日多分パパってキーワードも何十回も出てますね。いや、みんなもね、みんなもこれ乗りすぎだからね、これ。なんか、全国のパパを探せとか。誰そんな面白いこと言ってる。いやいいな、全国にパパなんていません。これから作るんやから皆さん協力したらこれはゆうたんさんだな、やっぱりな、こういうの書いてくれる。それから全国にほんまに全国にね、あの広げていったらいいと思うわ。いやー、全国そう、何人に、そう、何人になるんですか。あ、すごいですよ。大阪にパパ、パパ一でしょ。パパ。あ、うん、のりさんね、のりさん、ね。横浜、横浜にパパ一でしょ、うん。うん。全国にね、順番に作っていったら。いるじゃん。どこでも行けちゃいますね、それ。うん。ね。で、パパと膝枕。それは何セット？え、どういうこと？あ、え、絶対やるみたいな。そう、パパにやったら膝枕。なんだそれ。天野崎さん、高プリパパってどういう意味ですか？もう全部カタカナで書くからおかしいことになってますよ。高プリパパってなってますよ。天野崎さん、悪ノリですよ、完璧。もうだいぶ洗脳されましたね、パパとか。もう大変、みんなもタイムラインみんなパパしか書いてない。もうノブさんのせいでみんなパパしか書いてない。今日のテーマパパ、今日のテーマパパじゃん。パパって。いやいや、こんな話広がると思いませんからね。それは、あの、皆さんのセンスがいいからこうやって遊んでるんですよ。本当です。本当ですね。CD 買う人みんなパパ。そうですね。そうしましょう。もう。それ、そうしよう。そうしよう、もう。逆に言うと、うん、パパは CD 買えにすればいい。そう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 。パパだと思う人は買って、みたいな。買うんだ。最低 CD は買わないと、パパのパワーの名乗れない。うん、いやー、パパいっぱいないです。うん、ね。そうやけど、ね、あんまり否定しすぎるとちょっと怪しいよな。いや、何ですかそれ。ちょっとどうすればいいどうすればいいんだろう。追い込めていく。だんだん、ママタで首を絞めるよ。あれやね、一条、シンガーソングライター、一条かやかわみたいなの、グータスでも紹介してるのに、タイムライン見たら、パパパパパパって、何これって。そしてパパパパパパって誰か書いてきてるんですけど、うん、それは手際がいい、手際がいいっていう、うん、すればいい。いや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 、さあそれでは、はい、次回はね、うん、デコピンって言われてるし、デコピンもうされた気分ですよ。もうされた気分です。大丈夫。痛いよ。だね、来月はでは6月の10日にね、はい、北海道以外の人は梅雨に入っている時期で、また嫌な時期に入っていると思いますが、うん、ぜひぜひまたみんなで楽しい、はい、トークをして、うん、盛り上がっていけたらいいかなと思います。はい、では、次回は6月10日の9時半からまたお待ちしておりますので、ぜひぜひ遊びに来てください。終わりまーす。バイバーイ。またねー。人それぞれ違う色を持つ
かは小さな光だって私は信じ続けるから今はね、あの曲聴いていただいている途中ですが、ライブ告知なんかをちょっとささっとしたいなと思います。まあ、詳しくはブログなどを見てほしいんですけれども、一番近いのが5月はあのライブが入っておりません。6月の1日にですね、私の通っております、ボイスワークス札幌さんというところのスクールの、まあ、毎年やっています、スクールイベントがあります。5月の31日と6月の1日にあるんですけど、私は1日の方に、出させていただきます。ボイス&リズム、ボリューム30ということで、15周年を迎えまして、なんて言うんだろう、特別なライブとなっておりますので、ぜひぜひ、お時間ある方は、足をお運びください。クラップスホール、札幌にありますクラップスホールっていうところで、ライブハウスで歌わせていただきますので、ぜひぜひ足をお運びください。そして、チケットね、私、取り置きできますので、近くの方は、お名前とね、何枚取り置きしたいですっていうのを、メッセージいただけますと、バッチリ取り置きしておきますので、よろしくお願いいたします。そして私の出番はですね、6時の夕方ですね、夕方の6時10分ぐらいから始まります。まあ、これ大体の時間なので、時間が前後することがありますので、できるだけ早めに来ていただけると確実に見れるかなと思いますので、聞けるかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。はい。ということでね。今日も、改めまして、今日もね。一日じゃないよ。今日もね、1時間ちょっと、また15分ちょっと遅れて始まってしまいましたが、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。では、次回は6月10日。間違った。合ってる。6月10日。9時半からね、またお会いしたいなと思います。次回もぜひ皆さん参加ください。よろしくお願いします。では。さよならー。